EMTG ミュージックをご覧の皆さん、こんにちは。シンキングドックスのベースのワチューです。ドラムの大輝です。ボーカル翼です。ギターのジュンです。よろしくお願いします。ということで、我々シンキングドックスですが、4月19日にフォースシングル Are You Ready? をリリースすることが決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、1年2ヶ月ぶりのリリースですね、はい。ほんと魂を削ってレコーディングした Are You Ready? ぜひ聴いてください。それとハートビートという自作曲も、今回入ってるんですけど、作詞作曲が作曲僕ワチューですとかね、作詞しました。おありがとうございます。何かこう聴いてほしい、ここは聴いてほしいみたいな。ああ、もう本当僕らとしては念願の自作曲だったんですけども、本当僕らのこれデビューしてからの約2年間の今までの活動を振り返って、僕らだったらこういう曲を表現したいというのを存分に詰めた曲になってます。お柏ですね、うん。多分歌詞カードを 見たらみんななんかってなるような恋愛模様を書きましたので、はい、ぜひぜひ何回も歌詞カードを見てください。実際大輝の周りであったことなんでしょ。実際に僕の身の回りで起こったことを、うん、歌詞に落とし込んだものになってますので。あ、じゃあ実際何が起こったかは、ライブに来るか、もしくは、CD を聴いて、ね、歌詞の内容を見て、ニヤニヤしていただけたらと思います。そして告知を、じゃあ潤さん。はい、4月19日にその Are You Ready? をリリースさせていただくんですが、はい、その翌日20日にですね、なんと翼くん誕生日なんですよ。おめでとうございます。なのでその日に僕らのワンマンライブドックスパーティーボリューム9翼生誕祭を開催します。はい、ありがとうございます。はい、チケットやね、ライブの情報などはね、Twitter やホームページで載ってるんで、はい、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。そして続いては EMTG ミュージック恒例のマイ検索ワードのコーナーです。誰か調べた人、調べた、検索した最近か。あ、俺らあれなんですよ、僕たちシンキングドックス実は、はい、今月4月中に、引っ越す予定でございまして、僕たち今実はね、一軒家に4人で共同生活をしているんですけども、なんで僕は最近賃貸一軒家で検索しました。みんなが住めるリアルだな。リアルですね、リアルですね。ちなみになんか検索条件みたいなのは、あ、検索条件はまずルームシェアかでしょ。で、各部屋にエアコンがあるでしょ。おお、大事だね。あとお風呂の置いたきかそれでかいな、入るもんね。これ、ね、これ大切だね、これね。なるほどね。家に結構いるもんね。俺いるね、大事にするタイプ、うん、そうだね。みんなチャリとか使うから意外と駐輪、その置くスペースあるやつも大切だもん。あー、駐車場も結構欲しいですね、チェックしてる。あと俺和室やだな。あ、洋室ってやつちょっと追加しておくわけ。ローリング追加して、はい、検索していただけたらと思います。ということで、以上シンキングドックスでした。バイバーイ。